水の地に妖魔の大事なものが隠されているらしい。その情報は長く妖魔軍に潜入していた連氏からもたらされた。お宝と聞いて黙っていられないのは石川五右衛門と豊臣秀吉である。二人は早速東水へ向けて出発した。そこには妖魔の厳重な警戒が敷かれており、五右衛門らの期待は嫌が上にも高まるのだった。さてお宝があるってな、クンクン。クンクン。おい五右衛門、何やっとるんじゃ。いきなり話しかけんじゃねえ。で何をしとったんじゃ。なお宝の匂いを嗅いでたのよ。俺様の花は特別製だ。お宝の匂いは、おお。あっちだ。あっちの方から匂うぜ。なんじゃろな、このいまいち信用できん感じは。俺様こそ天下の大泥棒、あ、石川五右衛門参る。さーてお宝、お宝どこかな。と騒がれちゃ面倒だ。話してもらおう。南に妖魔が何部隊かおるようじゃな。刺激せんよ、あまり近づくな。素晴らしい金庫活躍。お宝は見つかったか。いや、外れたな。金目のもんは一つもねえ。お宝の匂いはクンクン。あっちの砦が匂うぜ。よっしゃ。くれぐれも騒ぎを起こすなよ。妖魔が寄ってくると厄介じゃからな。よっしゃ。前進せよ。惜しい。
最近までここに何かがあったようだぜ。どこかに運び出されたっちゅうことか。隠す場所を変えるってこと、相当な値打ちもんに違いねえ。からお宝を運ぶとしたあの砦だな。人間がこんなところに、あいつらを助けてきたのか。こんだけ厳重なことやつかねえ。すげえお宅の話。バランス均衡活躍。はいよ。あなたたちが助けてくれたのね。ありがとう。おい、やめよ。あいつに逃げられちまってるぞ。しまった。よっしゃ。よっしゃ。王様としたことね、気づかれちまうぞ。よっよっ。ここにはまだ両党さんが捕まってるのに。乗りかかった船で天下の貴族五右衛門様が手を貸す。一緒にいてくれるの、ありがとう。美人の危機はすごせんじゃろ。南の方に連れて行かれたことは確かなの。あの砦を探してみよう。強大になっとった。それで悟空も強くなっとるのかもな。うわー、秀吉さん素晴しっこい。よっしゃー、出番だね。わしこそ天下無双の知恵者じゃ。来たぞ、それで捕まえるんだ。素晴らしい金庫活躍。Yes!
その勢いで前進せよ。桜もここには何にもねえ。もっと南の砦なのかな。行ってみよう。なんちゅう大軍じゃ。こりゃさっさと逃げんとまずい。素晴らしき効果ってやく。メスこれぐらいにしといて。敵将撃ち取ったよ。頑張ってますね。おいよっ、てぃよっしゃーよっよっしゃーてぃよっしゃーたぁHey!
っと似てるよね。だからそんな気がしただけかな。いやー、多分どっかしらで会っとるじゃろ。違うんだね。来るか。おねごと噛み砕いてくれよ。騒がしい。お師匠様、なんでどうやってあの術を。こうなりゃ仕方ねえ。もう一回捕まえてやる。今からでも、もう一回お宝を。そんなこと言うとる場合か。僕倒してとっとと逃げるんじゃ。その勢いで前進せよ。お宝の恨みは深いぜ。お前をぶん殴らにゃ気が済まねえ。こいつと戦うのも何度目じゃ。妙な縁じゃろ。はいよー、はいよー、旋風術ロープできたよ、ロープできたよ。さあ、捕まえた。戦艦に帰るよ、悟空。お師匠様、その三人はお供かい。思い出さねえか、俺たちが旅した。旅は楽しかったよね。あの時は悟空も隙あり。あ、ほら悟空、待ちなさい。敵将撃ち取ったよ。みんな一緒に来てくれてありがとう。まあ、あんたのためってわけじゃないんだけど。美人に頼まれちゃ断るわけにはいかんじゃろ。結局お宝は見つからずだよ。こうやってると悟空たちと天竺に向かった時のことを思い出しちゃうな。ははわしが悟空で小右衛門が俺様が超悪界かよ。じゃあ両党が佐護城か。なんで俺が。納得いかないってのも。いやー、勝ててよかったよ。結局お宝は見つからず。帰ろう、手ぶらで帰ろう。恥ずかしすぎて。それなら大丈夫、手ぶらじゃないよ。お、天女さん、何かお宝を。ごめんね、お宝じゃないの。私たちが一緒に行くってこと。ま、俺も三蔵さんに拾われた身だ。お供しますよ。お宝。天下の大泥棒、五右衛門様の大事。